HKT 初カラス号。はい、時刻は19時1分を回りました。皆さんこんばんは、 HKT48 宮崎園です。こんばんは、馬場さやかです。ここからの時間は We Hope Presents HKT 初唐津号、唐津市大手ビル3階の FM 唐津 A スタジオにて公開生放送でお届けします。この番組は HKT48 サガーズがラジオ番組に挑戦。それでは HKT 初唐津号、この後21時までお付き合いください。HKT48 サガーズです。 HKT 初カラス号。改めまして、皆さんこんばんは。 HKT48 宮崎園です。馬場さやかです。お聞きの放送は 86.8MHz FM カラツ。この時間は HKT 初カラツ号をお送りしていきます。はい、ここからカモもアシストしていきますパニックりすぎて時刻言うの忘れちゃった、うん、時刻は19時3分です。3分です。はい、ねえ、今回から第5シーズン2年目はい突入でございますが、2年目、イエーイ。あれこれやろうと思って結構いろんなバタバタ感がすごかった。だいぶバタ追いつかなかった、うん、ねえ、まあそれだけちょっとね、いろんなことをまたね、新しくやろうとかね、始めようということがあったんですけど、おじさん的反省点がまず一つ、はい、ジングル忘れちゃった。そうねえ、ジングルやろうって言ってからね、張り切って打ち合わせしたら、もうそのまま入っちゃったみたいな時間になってた。すいません、ね、さあね、もう入学シーズンとかね、いろんな形でね、もう爛漫って形でございますが、ねえ、ねえ、HKT の公演もだいぶね、なんつうんかな、言葉が出てこんかった、語彙力の問題ね、活発になってきようねと思って、はい、そうですね、そういろいろ4月になって変わりつつ、4月は関係ないかもしれないんですけど、まあ季節的にはそうなります。ねえ、いや本当今日ね、中身のこととかそういういろんなほら今回流れのことを考えすぎて、はいはい、ここで何話そうかっていうの全然考えてなくて全く2年目ですね。2年目ですねありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、さあそんな感じでもうメールアドレスいっちゃおうか。アクセスがそうですね、今日は長くなりそうなので。そうですね、巻きでいきましょう、ここは。はい、じゃあさやまる、はい、お願いします。 HKT どうした、お願いしますがちょっとやめてください。さやまる今日ちょっとしたことでも笑っちゃうんで、いかんよね、熱ばさいんですよね。いかん。はい、いきます。はい、HKT 初唐津号では皆様からのお便りメッセージを募集しています。アクセスライン、メールは 868@fmkaratsu.com、ファックスは 0955-80-7093、 0955-80-7093 です。またテーマは FM カラツ SNS でも確認できます。詳しくは FM カラツで検索、 SNS へのいいねもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあそんな感じでね、第5シーズンの HKT 初唐津号ね、張り切っていきたいと思うんですが、そう今ねアーカイブ見たら分かるけど大丈夫です。
忘れてた。ちゃんと控えてます。おー、はい。まあこの季節にかけるのかな、かけないのかな。まあでもシーズン終わったらこういうことだよねっていうところで、この曲を今回第5シーズンね。で、あのなんつうんかな、あの不服とか不満あった場合は来週変わりますんで。ちょっと違うな。いやいやいや、それ違うよみたいな感じであったらね、ちょっと言ってくださいね。では聞いていただきましょう。 HKT48 夏の前。HKT48 の宮崎園です。 HKT 初唐津号。時刻は19時10分を回りました。お聞きの放送は 86.8MHz FM 唐津。この時間は HKT48 宮崎園と馬場沙耶香とアシスタント仲間でお送りしている HKT 初唐津号です。ここからのコーナーはサガーズルーム。イエーイ。はい、ここでは2人の1週間だったりね、話していきたいんですけど、はい、はい、じゃあさやまるから。先週ね、話してた、はい、エイプリルフールの話なんですけど、うんうん、あの4月1日に、去年はですね、私ドラさんのグループ LINE にあの骨折しましたとかいうしょうもない嘘を、うん、ついて、あかり、あ、全員かな、あかりもゆえるも関さんも全員引っかかってくれたんですけど、うんうん、今日はね、あ、今日はっていうか今年の4月1日はどうしたかというと、すっかり忘れてて、うんうん、3月31日の夜はしっかり意気込んで、うん、あ、どうしよう、何嘘つこうと思って寝たんですけど、まあまあ、まず朝起きたら昼過ぎてたんですよね、うんうん、でエイプリルフールのことすっかり忘れて、のんきにお買い物に行ってたんですよ、うん、でその帰りに歩いてたら、あ、エイプリルフールって思って、うんうん、夕方の5時くらいに、うん、やばい、何か仕掛けたい。でもエイプリルフールって午前中までって言うじゃないですか、うん、午後がネタ話、ネタ明かしので、でもまあちょっと嘘つきたい、楽しみたいから、うん、ドラさんのグループに今年はちょっと思いつきで、うん、ねえどうしよう、鼻血止まらんって送ったんですよ。つまんな、骨折よりつまんな。そしたらもう明かりからもう1分も経たない同じ時間に記録ついて、うん、午前中までですよって言ったすいません、しょうもない嘘つきました。でもさ、それをさ貫き通せばどうなったんだろうね。どうなんですかね。違うんだって、本当に止まんない。信じてくれたんかな。いや、でも信じてくれたさそう。イエールにエイプリルフールしっかり楽しむよね、わらわらって言われたんですけど、そう、今年はちょっとね失敗しちゃったので、うんうん、来年ちょっと狙って、なんか時間わかんない時がいいよね。めっちゃさ、グループラインがさ、うん、活発に動いててもさ、うん、12時になったとか切り替えがわかんない時にさ、うん、やばい鼻血止まらんって送ったらさ、日付変わってから送ればいいのかな。どうなんだろうね。ドラさんのグループライン動かないんですよ、うんうん、全然活発じゃないんですよ、うん、だから、いや、どうなんやろうな。どうなんか関西風でもなんか、どうなんですか、最近っていうかさ、最近なのかわかんないです、はい、わかんないけど、エイプリルフールがさ、こんなに楽しまれ始めたのもさ、本当ですか。小学校ぐらいから結構楽しんで、あれ小学校ぐらいから結構楽しんでるんですけど、あれ、うん、そんなことない、最近ですか。そう、最近の気がする。エイプリルフール、もったいないですよ。もったいない、もったいない。エイプリルフール楽しまなきゃ、うん、忘れとる人が忘れといて鼻血止まらんとかしょうもない嘘ついてる。楽しめなきゃ。でもなんか、ソナが知らないだけかわかんないんですけど、はい、今年あんまり企業のやつ見なかった。あ、いつも確かに回ってくる気がするんだけど、ツイッター見てたら忘れてたから。みんな忘れてた。びっくり。でもそう、多分新しいね、広告、そうですね、新しい広告じゃない、ポスターか、配りに赤間さんが観覧の方行っててびっくりした。変わったんですよ、新しく観覧の人がペコペコしてるから、なんだろうと思ってみたら赤間さんいるから、外に何してんの、覗き込んでる。馴染んでるんですよ。そう、二人になったんです。寂しいけど、寂しいけどね、写真も新しく載ってるね、うん、皆さんぜひ。どこにあるか分かんない。今日ね、髪が多くて。そう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 、どこに、ね、あ、ありました、新しくなったので、ね、なって、
そう、皆さんもぜひ、うん、ぜひどこかでゲットしていただき、ゲットしてください。あ、おかえりなさい。ただいま。そのは、なんだろうな。え、これその、あ、サイマルに、はい、サイマルとソノの話の中でちょっと誤解が生まれてて。あ、何ですか？いや、さっきの、ソノが、はいはいはい、やっぱりサガズルームで話すこと考えなきゃって言ったんですよ、サイマルに。そう。そしたらサイマルが、え、今日話すこといっぱいあるじゃないですか、うん、って言ったから、ソノはサガズルームで別のいろいろなことを、うんうんうん、なんか、新しくなることとか、ね、ことを言う、だ、って思って、はい、それで、あ、じゃあ今日考えなくていいんだと思ってスタジオ挑んだら全然違ったんです、うん、普通に出来事喋んなくなったさくは今日楽屋でね、面白かったんですよ、ソラちゃんが。だからそれいっぱい話すことあるじゃないですかって意味でそう言ったんですよ。え、なんだ、そうそうそう、違ったソラのことで言えば、なんだろうな、うん、やたらと人にカロリー当てゲームし始めるとかそういうことしかないよ今日は。ゲソ？イカのゲソ？ゲソ食べてたんですよね、ソラちゃんね。うん。突然最後に、ねえ、これ何カロリーだと思う？え、その、ほら、シュンシュンみたいな。そういう将来ゲームするのが好きで、今日も中野さんと二人に聞いたんで、まあ二人とも当たんなかったんですけど、はい、外れました、ね。外れた。今回はね、ソノのことじゃなくて HKT のこと話そうかなと思って。お、はいはい。いいじゃないですか。今ずっともう何ヶ月ぐらいやってるんだろう、あの、結構長いことやってますね。結構長いことやってる、HKT を7グループに分けて公演で、はい、博多七色公演っていうのをやってたんですけど、うん、それがついに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 終わることがね、この間、はい、からちょうど1週間の間のどっかだよね、多分。先週話してないってことは、だよね、そういうことだと思います。発表されまして、そしてずっとお休みしていた、はい、HKT は3つの H と K4 と T2 っていうチームがあるんですけど、うん、それがずっとね、本当はそれが主な公演なんですけど、はい、ちょっといろいろお休みしてたんですけど、うん、3つになっちゃうから。4月の何日だったっけ ?13 日から T2 の手をつなぎながら公演からね、はい、スタート開始することが決まりまして、イエーイ、再開、再開するんです。この間ちょうど T2 はリハ、あ、そうなんですね、やったんですけど、どうでした、覚えてました？いいえいいえいや、そう、え、なんか、ね、いけるかなと思ってたの、はいはいはい、なんか実の夜に、うん、見て立ち位置いけるかなと思ってて、うん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 、頭の中で頭の中で踊ったのよ、うんうんうん、止まった、え、やばいやばいやばいってなった、やば、やらなきゃ、やんな、やります。いや、最後今 まだリハやってないんですけど、結構はまだちょっと、ちょっと、まあ、ちょっとでもないけど、まだ先なんですけど、うんうん、結構余裕ぶっこいてるから、3、4年やってる、そのでさえ抜けてたもん、はい、やば、絶対覚えてないんですね、最後なんか、ちょっと確認しますだったんですけど、やっぱステージも西鉄ホールとかと違って新しくなったので、ちょっと構成もね、構成も変わったりとか、楽しみ、久々にあの衣装を、わ、いいですね、にこの間フィッティングしたんですけどね、うん、みんなやっぱ1年半ぐらい来てないので、そうですよね、意外に入ったから、あ、よかった安心、そう、安心したんですけど、から楽しみ、13日が先に T2 なの、 T2 ですね、K4 はいつなの、 K4 は24土曜日でございます、うん、にね、そうですね、再スタートするので、皆さんちょっと倍率は最初だからちょっとどうなのか分かんないんですけど、うん、DMM とかでもね、見ていただければ、うん、やっぱ声聞けないのがさ、多分、はい、全然コールとかが、ね、やってないよね、博多七色公演はもともとコールとかなしでスタートしたからだけど、 そうですね、そのチーム公演は声を聞いてずっとやってたから、うん、お決まりのコールとかさ、ありましたね、があるわけじゃん、掛け合いとか、そうそう、なんかそれがないっていうのが確かに想像つかなくて寂しい、どうなるのか、踊る私たちもちょっと不安はありますけど、久しぶりということ、みんな気合い入ってるので、はい、ぜひ HK42 来ていただければと思います。ぜひ。ぜひ。っていう話です。今日自分のことを話す、考える時間がなかったから、時間なかったから、久しぶりに HKT のお知らせをね、うん、しました。うん、いよいよやな、ほんと。いよいよですね。1年以上やってない。1年以上やってないはやばいよね。やばいですよね。ということは自分もね、もちろん、まあ見たこともないっていうか、
あうん、全く未知の世界。おそうそうなんですけど、ま、それはあの前のいろんななんかあの記事とか見てももちろん見たことあるよ。あ、ね、あるけど実際にこうやってね一緒に携わってるっていう期間から考えたら、そう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 。あ早いねってすごいね。ね、みんなメンバーもファンの方も、うん、いつなのかなまだなのかなやらないのかなみたいな感じではあったからね、うん、やっとって感じですね、ようやく、うん、上にチク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 って感じねえ、まあでもそれだけね楽しみな公演がやっと始まるってことよね、うん、よかったよかったね。え来月はねシングルも控えてることですし、そうですね、5月、4月5月は結構ね楽しみありますね、コンサートも決まったし、うん、そうそうそう、あそうよねコンサート、はい、イエーイ、おーね、イエーイ、そう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 だそうだ、北九州やったっけね、そうです、5月29日、うん、昼夜、夜は森保真中さんの卒業、うん、はーコンサート、もうそうなんだね、そうなんですよね、早いななんか、うん、本当ね、森保まどかさんもね、そのここには実際に来たことないけど、うんうん、ポスター、ソロピアノのポスターをね、もう井の一にね、いただいて FM カーズに貼ったっていうのも今でもなんか新鮮に覚えてますね。ねえ、森保さんって優しい？もちろん女神、もう、うん、優しいで表しきれない、うん、優しい。わかるわかる。ねえ、まあ森保さん向こうの福岡の FM 福岡の方でね、うん、ねえラジオやってて二人とも出たことあるよね、ありますあります、ね、え、いやーなんかこういうラジオやってる人が卒業っていうのはなんか全然曲を関係なしにやっぱなんか寂しい思いはより強くあるかな、うん、あれはね5月目いっぱいねコンサート、うん、あっという間に来そう、確かにもうすぐですよ、すぐにだってもう、ね、だってもう4月7日ですからね、もう早いよね、早いね、あっという間に過ぎますけどね、リスナーの皆様やファンの皆さんもね楽しみにしていただけたらなと思います、うん、さあ曲の方行きましょうかね、はい、さあ、曲の方ですけど、正解は1、さあ聴いていただきましょう、HKT48 3-2。HKT48 のババサイカです。HKT 初唐津号。時刻は19時に。ごめんなさい。19時25分を回りました。お聞きの放送は、80もうるさいな。86.8MHz AM カラツ。この時間は、HKT48 宮崎翔奈と、馬場彩花と、アシスタント仲間で、お送りしている HKT 初カラツ号です。ここからのコーナーは、さよならの〇〇の話。違うよ新企画説明会はい、違います、今日は。あのね、これアーカイブ残りますか、このシーン。あの、さっきの爆笑してるシーン。残る、残る、残る。あ、うん、じゃあ、このね、始まる前に、そのちゃんとさやかが、すごいね、爆笑してるところが映るんですけど、それはです、アーカイブね、に映るんですけど、違うのを、やりたいなって、この開けてなかった。開けてなかったですか？ん？何が？ソロちゃんマイク上げてなかったって。え、マイク上げてなかった？入ってました。え、入ってたよ。あ、じゃあ上げたのか。上げた上げた上げた。びっくりした。あ、入って今上げませんでした。わかんないわかんない。もうなんかさよならにそこにブチ切れして違うよって言ってくださいって言われて、なんかそこを佐賀弁にするのかどうしようかとかめっちゃ なんて言って違うよって入るのか。なんかわかんないけど自分の中でめっちゃ焦ってる。15時とか言っちゃった。面白かった、ごめんなさい、本当にごめんなさい、はい、すみませんね、はい、ようやく企画変わるかも変わらないかもというのを何ヶ月も何ヶ月もやって何回言い続けたことか、次から変わりますとか言っていや変わんないですね、宮崎園とさやまるの、はい、自分のコーナーですねの企画が、はい、コーナーが新しくなるのでよ
ようやくです。なのでここの時間を使ってその説明をしていこうかなと、そうですな、思います。どうします、説明しちゃおう。あ、どうします、今日ちょっと匂わせやってたんですよ、ソノのストーリーで。ちょっとだけ台本のさやまるの丸丸の話を写して、実はやらないよねっていう、誰も気づかれなかったんですけど。気づかれない、多分気づかれてない。寂しい。どっちから行きます、どっちから、でもじゃんけんします。あ、じゃあ今日さやまるの予定だったから、さっきから行きます。うんうん、あ、すいません、やる、はい、じゃあまずタイトルから、はい、言っちゃいたいと思います。これさ、タイトル言うのちょっと恥ずかしいな。そのちゃんにマクマさんにもマネージャーさんも知らないから。知らない。そう。それでは、タイトルの方を発表したいと思います。はい。いきますよ。さあ、今夜もこの時間がやってまいりました。リスナー待望のこちらのコーナー。今の話は嘘？本当？一体どっちなのか、バレないように嘘をつけ、騙される、あ、バレないように嘘をつけ、騙されるの嘘を見破れ、リスナーとサイマルのマジの対決が今ここに始まる。勝利の栄光はどちらに輝くのか、その名もサガーズ VS、 あ、間違えました、嘘やろ。その名もサイマル VS サガーズカッコカリっていうタイトルです。はい、まあ、それさ、長いのもタイトルなの。はい、あ、そこまでタイトルなの。そこまでタイトルなの、まあ、短くしてサイマル VS サガーズカッコカリっていう、うんうん、やったんですけど、まあ、このコーナー、まあ、結構今の前置きにいろいろ情報がね、うんうん、入ってたと思うんですけど、説明しますと、はい、こちらのコーナーはですね、まず私が3つお話をします。で、そのうち2つは本当の話をするんですね、うん、で、そのうち1つが嘘の話になります。だから2個本当で1つその話をするんですけど、それをリスナーの聞いてる皆さんがどの話が嘘だったかを見破るっていう対決。さやかはバレないように嘘をついて、みんなは見破るっていうリスナー VS さやかの対決のコーナーになります、うん、でですね、その、3つの話をした後にツイッターのアンケート機能あるじゃないですか、それを使って、1、2、3、1、何の話、2、何の話、3、何の話みたいな感じでツイートするので、うん、嘘だと思ったお話の番号に、うんうん、投票していただいて、で、最後にその話はどれだったのか正解発表をしますよっていう感じのコーナーです。これでですね、まあ期間はちょっとまだ今まだね、いまいち決まってないんですけど、うんうん、まあ何回かコーナーを重ねて、さやかの勝ちが多かったら素敵なご褒美で、負けが多かったらなんか地味に嫌な罰ゲームみたいなのをしていこうかなっていう感じです。罰ゲーム、はい、ちょっとあこみさん罰ゲームに敏感だから、うん、ね、そういう感じの、あ、ちょっと〇〇の 話リニューアル的な感じのコーナーにしました。やっぱおしゃべりが好きなのね、本当に。好きっていうか、あ、そうですね、ちょっと嘘つきたいな。やっぱ嘘つきたい。ずっとそういうのやりたいって言ってたよね。そうです、なんかもともとこれ先週もその話して、全体の全体コーナーに、そうそうそう、みたいなのでさやまるが編んで出してくれてたの、はい、それも個人コーナーにしちゃう。個人コーナーにしちゃうの。やらないなら個人コーナーにしましたっていう感じですね。はい、拍手、正しいかなと思って、対決企画ね。そう、なんかさやまるが嘘をついてるのを当てるんだよね。そうです。ああ、嘘つくの大変そうだね、考えるの。ですか、意外といけると思ってる、うん、とか言って最後の方になったら、ね、ああもう嘘ないよって言ってるタイプ、ね、変えたいです、コーナーさやまるの丸々の話と同じく、うん、1年単位もういい。ワンクールごとにもうそろそろ変えませんって。でも逆に、あ、でもそれは無理か、本当のことを言って、うん、っていうのも難しいのか、嘘も、ね、そうなんですよ、うんうん、ギリギリのラインで、うん、楽しそう。これそのたちも楽しそう。本当ですか。おお、じゃあぜひ参加して。待って、判定しなくていいから。ねえ。謎の判定がなくなったから。謎の判定がなくなったから。ほっとしてる。そのちゃんたちも一緒に見破っていただいて。うん、これ負けたら悔しい。どういうこと？だから外したらってことですか。そう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 。うん、めっちゃ悔しい。しかもラジオ
を聞いて投票される方は声だけで判断じゃないですか、うん、そうですね。でもソロたちはやっぱ顔を見れるから。あ、確かに強い。観覧もね、観覧に来てる皆さんも顔は見れるから。そうやね。だからちょっとソロたちもヒント出しつつどういうことどういうこと、待って待って、さやまるここで笑って顔にやけてましたよみたいな。さやまるに罰ゲームをさせるべき。いやいや、ダメですよそれは。楽しそうそうっていうコーナーになります。おー、いいかな。ではソロちゃん。はい、トノは、はい、トノも今トストに考えました、タイトル名。え、決めてなかったんですか。いや、このままでいいかなと思ってたけど、もっとか、うん、インターネット可愛くしたいなと思って。それではトノの新コーナーはの名前はソノクックです。おー、かわいい。可愛くない、ソノクック。そう、もともとソノレシピだったけど、クックの方が可愛いなって。クッキングでもいい、どっちがいいと思う。ソノクッキング、ソノクック。うわ、クック派、クック派、うん、じゃあそのクックで、うん、そのはひらがなで、クックカタカナにします。このコーナーはニックネームみたい、新しいニックネームみたいそのクックそのクックちょっとその散歩でいろんな佐賀県とか唐津を紹介してきて、うん、なんだろう、それをきっかけにね、来てくださる方だったり、いろんな新しいことがね増えたので、うんうん、やっぱ次の新しい企画もちょっと地元を佐賀に寄りたいなということで、佐賀県の郷土料理を作ってみたりとか、うん、佐賀の食材を、有名な食材、あんまり知られてない、え、佐賀ってこんなの有名なんだっていうのも分かると思う、うんうんうん、食材を使用して、うんうん、そのが料理を作って、またまた SNS と連動させて Twitter やったりインスタグラムのストーリーに作ったものと、作る家庭だったりレシピとかを載せて、うん、佐賀にはこんな美味しいものがあるんですよっていう、うん、こんなものが有名なんですよっていうのを皆さんに知っていただけるきっかけになればいいなと思って、この、うん、そのクックになりました、うん、おで、その作ったものを持ってきて佐賀に食べるっていう、ね、お弁当にしてお弁当にして食べたいだけのやつっていう。自分もまだなんだろう、作ったことない、うんうんうん、シシリアンライスとかだったらよくうんうんうん、やるじゃないですか、けど分かんないのもあるかもしれないね。自分も勉強になるなと思って、最近そのも料理にハマってるので、うん、いいきっかけだなと思って、いい、今度からですね、新2年目から新たにそのクックをやりたいと思います。おー、一新やな。一新ですね。でもね、お互い前やってたコーナーは若干いいとこ残しつつ、そう、若干変わりつつっていう感じではあるので、意味ある。はいね、え、新しい、まあまずはね、探り探りかもしれんけど、はい、うん、ね、ガンと新しいよね、嘘をつくっていう、ま、ラジオで、うん、ラジオで嘘つく。いや、面白いのがそのそのちんが顔が見れるからリークできるっていうところそこの言っちゃうよ。そう、そこのヒント性が、言っちゃうよ、意外とね、なんかそうポーカーフェイスなとこあるから。ポーカーフェイス合ってます、使い方。え、でもさ、最初タイトル名サイマルどうしようって言ってたんですよ、うん、マネージャーさんが考えたのが、何だったっけ、怖くは JK のポーカーフェイスを見破れるかみたいな。なんか怖くはって入れたかったらしくて。そう、マネージャーさん的に怖くは入れたかったらしくて。なるほど。勝手に怖くはキャラつけさせられそうになりました、なんか。そのも押してたんですけどね。あ、そうなんだ。いいじゃん、怖くはって言ってたけど。二人がすごいなんかね、謎の怖くは押しなんですよ、二人が。どこから小悪魔来たんかわからないんですけど、そうそうそう、小悪魔は全カットさせていただいて1ミリも入ってなかったです1ミリも、ね、入れなかった、うん、ねえ、まあ、いろいろ本当にね、このシーズンからね、また新しいものという形でいろいろ決めてね、うん、やっていきましたんでね、はい、まあ、また後半もね、ちょっといろいろなお話、はい、ね、するかもしれないということでございますんでね、お楽しみしていただけたらなと思いますねえ。そのクックちょっとね、楽しみ、参考にしたい、めっちゃ。え、本当ですか、うん、なんか普通に佐賀の郷土料理とかだったら、うん、別に佐賀の食材じゃなくても作れたりするから、組み合わせで郷土料理だから、いいですか、お家で佐賀、お家で佐賀あ、いいね、お家で佐賀いいねいいじゃん、ね、ここも佐賀だけどっていうふうに、それまでやけど、ね、全国的にお家でも佐賀っていうのは確かに、お家で佐賀、うん、いいかもしれないですね。さあ、そんな感じでね、曲に入ってメールもね、たくさん来てるから、はい、うん、はい、メール読んでいきましょうという形で曲の方に行きたいと思います。はい、ね、いろんなコーナーね、出てきましたね、そこで何を考えるか、
もう言っちゃってる言っちゃってるねHKT48 そこで何を考えるか聞いていただきましょう。あなたにあげたいメロンジュース HKT48 サガーズです。 HKT 初カラス号時刻は19時40分を回りました。お聞きの放送は 86.8MHz FM からつ。この時間は HKT48 宮崎そのと馬場沙耶香とアシスタント仲間でお送りしている HKT 初からつ号です。ここからのコーナーはお便りコーナー。イエーイイエーイ。ここは変わらず変わらずですね、うん、皆さんのいただいたお便りを読んでいきたいと思います。ラジオネームポテイトーさんからです。そのちゃん、さやまる、赤間さん、こんばんは。こんばんは。HKT 初唐津号放送1周年おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。山あり谷ありの1年でしたが、あっという間でしたね、うん、この番組のおかげで唐津に行く機会がとても増えましたよ。お、4月は毎度変わ、あ、年度変わりということで毎度毎度毎度年度変わりということで、入学式やクラス替えなどありますが、新しい環境に変わるのをお二人は楽しみと思うか、不安に思うか、うん、どちらのタイプですか、うん、自分はどちらでもなく周りの変化を気にしない人間だったりします。おどうでした、入学式はまあ変わりすぎるからあれだけど、クラス替えとかあんまり好きじゃなかったって。なんであんまり好きじゃない、なんかやっぱ仲いい子と離れたりなんか多かったんですよ、うんうん、マジでなんかなんでか知らないけど仲いい子と話されることが多くて、うんうん、だからなんかあとなんか周りがそこまでなんか話したことはあるけど、うんうん、そこまでなんかめっちゃ話すわけでもない子ばっかりだった時とか、うんうん、もう終わったと思いますもんクラスで、そうだからあんまり好きじゃなかったですねクラス替えとか、うん、でもなんだかんだ最後になってるとマジこのクラスでよかったって言ってる言うよねみんなこのクラスが一番最強だと思う絶対最後になったら言ってるんですよ、うん、そんな楽しみだったな、すごいなんか担任の先生が変わるのも楽しみだった、嫌だった私、なんだろう、そもそも、はい、なんだろう、中学校とかは、うん、クラス替えをする前から他のクラスに友達を作る、友達が、はいはいはい、を作ってたりとか、やっぱ友達の友達が他のクラスだったりしてたから、うん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 、そのクラスだけにとどまってなかったから、楽しみになった。なんか学年によってさ、はいはい、階変わるの嬉しかった。うちの中学校は1年生が一番上、はい、2年生が2番目、3年生が一番下、逆でした。なの1年生が1階、3年生が一番上でした。だから多分3年生の一番上だからあまり階段を歩かせないようにしてたのかなすごい疲れない、そういう設定だったのか疲れるじゃんやっぱりじゃあ登らせとけばそうだから、そういうのもすごい嬉しかった、わ、かります、階変わるの嬉しかった。私は楽しみでした、そういうのは、ワクワク。今日とかですね、まさに昨日今日とかかな、今週ね、入学式とか、うん、新学期とか授業式とかが新しい会社、もある人も多かったと思う、皆さん頑張ってください。ファイトです。ファイト軽い自分たちは何も変わらんから本当に頑張ってください、ありがとうございます。続いて赤間さん、すのちゃん、さやまる、こんばんは。こんばんは。最近劇場のラジオネーム読んでなかった、ラジオネーム名古屋の40代ダンディさんからです。ありがとうございます。最近劇場のロビーで発売になった推しドリンクの販売ですが、ドリンクレシピを考案したメンバーのコースター付けということで、どんな味でも推しメンのドリンクをファンの方たちは購入してると思います。サガーズの皆さんに質問ですが、自分以外で飲んでみたい美味しそうなドリンクありますか？そのめっちゃ同じようなメール次読もうとしてた本当、すごい、たまたま他の飲んでないんだよな。そうなんですよね、自分たちのしかまだ飲んでなくて。ありました、飲んでみたいな。なんかさっき見てたんですよ、見てた時になんかみんな結構ソーダが多いんですよ。ソーダとかジンジャーエールとかが多くて、か炭酸飲めないんで、そこは全部カットなんですよ。で、牛乳使ってる子もまあ結構多くて、で、牛乳も単品で飲むのはいいんですけど、他のものに混ぜて飲むのは。何も飲めないじゃん。自分のしか飲めないってこと？だから、でも、あったんですよ、飲めそうなのが。カエデの、チェリー、白桃、オレンジ。これはね、絶対サイカ飲めるんですよ。
かちょっと気になってます。美味しそうだなって思って。ありました、そのちゃん。なんだろうな、あったんだよねめちゃめちゃ無難だよ。はいはいはい、いちご牛乳。あ、いい無難、超無難。バナナ牛乳超無難超無難。でもエミリーさんのカシス牛乳コーヒーも美味しそう、うんうんうん、わあすごい、エミリーさんっぽい。うんうん、なんかみんな結構ね、誰も誰一人かぶりがない。うん、すごいですよね、かぶってないの。あ、気になる。ビビちゃんの気になるんだよな、これどんな。いや、何がきっかけでこんな黒くなったんだろうね。多分もう喧嘩してきたんでしょうね。コーラか。うん、あとブルークラソーも結構ありそう、なんか強そう。そうだから、すごい炭酸に炭酸を重ねて。でもすごそうだね。ね、でも味は美味しいって本人は。いらっしゃった。確かにまずいのは売らない。まずいのは売れないですよ。さすがにマネージャーストップが出ると思うんで。自分たち、私はサイマル何にしました？最後はですね、ピーチ、クランベリー、アイスティーです。アイスティー、おベースがアイスティー。いや、アイスティーしか飲めなかった。あ、そっかそっかそっか。飲めないのか。アイスティーかウーロン茶かオレンジなんて最後の選択肢は。で、こうなりました。でもこれもめっちゃ無難に普通のピーチティーって感じなんですけど、うんうん、めちゃめちゃ美味しい。なんか万人受けしそうな味、うんうん、みんな挑戦しやすいかなと思います。大人の人飲めそう。ぜひ。そのちゃんは、そのはグレナデンレモンソーダ。グレナデンって何ですか？なんだろう、ベリー系なのかな。あ、ベリー系、なんかもともと多分こういうカクテルがあるんだよね。へえー、おっしゃ。あ、でも赤ですね。そうそうそう、すごい綺麗な赤。めちゃめちゃ美味しかった。何回も飲んで、うんうんうん、もうちょっと炭酸とかもうちょっとレモン、なんか配分をね。そうそう、みんなやってるので。え、グレナデンって甘いんですか？うん。あ、そうなんだ。いちごっぽいって言ったらあれかな。うん、なんか何になるんだろう。牛乳と混ぜたら美味しい。おー、うん、でも美味しいです。すごい、でも 全部美味しいんだけど、みんなね、どうしても自分の押すよね、うん、自分の好みの味ですけど美味しいもん。そりゃそうだ、そりゃ自分押す、うん、ぜひぜひ気になった方は今日もね、ポスター持ってる方も観覧来てくださってる方もいて、おー、すごい、ぜひぜひ劇場に行ってみてください。ありがとうございます、うん、ありがとうございま す。では続いて、同じようなメール撮ったんです、まあまあまあ、すいません。じゃあ続いてラジオネームトラさんからです。そのちゃん、さやまる赤羽さん、こんばんは。こんばんは。先週の水曜日は研究生脳内パラダイス公演を見に行ってきました。一人足りない寂しさはありましたが、それを感じさせないくらい気合も入ってて、うん、みんな頑張ってましたね。これからも脳パラ見に行こうと思ってたんですが、その夜4人の昇格が発表され、4月8日をもって、明日じゃん、9日から昇格、うん、明日ですね、もって研究生公演も終了することを知りびっくりです。またいつか5期生メンバーメインで見れる日が来るのがいいな、来ることがあればいいなと思います。お二人は昇格する前と後で気持ちの変化や良かったこと、もしくは心に残ってる思い出などありますか？前と後、うん、4期生さんってどうやって昇格発表されたんですか？6周年だから、あ、周年、周年、6周年、あ、じゃあ一緒ですね。そう、6周年の時に、終わりの時に、あ、吉原さんにこう、はい、呼ばれてて、チーム何々、めっちゃ怖くなかったですか？なんだ、やっぱ自分呼ばれなかったらどうしようはあるし、このあっていうのは発表中だよね、うん、どうしようどうしようってなるし、発表終わった後やっぱチームが分かれたから、 HK4 ってみんなバラバラに行ったから、それも寂しさもあり、うん、って感じだったね。その後はやっぱり今のメンバーで、まあ後だから言えることだけど、なんだろう、今のメンバーで良かったなって思うし、やっぱ H に行った子もやっぱ H だなってなるし、K4 の子もやっぱ K4 だわってなる。T2 も T2 だわ。みんななる、みんな結局なる、うん、そうなってそれぞれの良さが出るから、うん、なんだろう、良かったなと思う。めっちゃ突然だったから、ブラッド3期生前に出てきて、なんかやらかしたかなみたいな。いや、公の場で公の場で怒られると思って、そうしたら昇格。結構なんかブラさんもあのなんか短かったから、うん、すごいなんかブラッド3期生で何かそのまあさせていただいたことは多かったけど、うん、そのたくさんではなかったから、なんかもう、あ、もう離れちゃう、しかも一人だったから、うん、K4 がそこはめっちゃ不安は大きかったですけど、さっきの場合は最初に制服の上出た時に
あの間違えてね、あの自己紹介 MC でユニットでもしないのにユニットの話しちゃってそう、そう出ないとは言えないから、めっちゃ懐かしい、だから自己紹介 MC でユニットもみたいな、お楽しみにって言う、出ないのに出ないのにそう本当はねユニット後半 MC、うん、前半 MC でそのユニットの話したかったのに、うん、もうパニックだからその時は、そう同期もいないしどうしようどうしようってなっちゃって、うん、ユニットって言ってから、あやばい今日出ないのにみんなえそこだったよね、どうしようってなった結果お楽しみにって声が終わった後出ないって終わった後ごめんごめん出ないってそれがね2回ほどあってめっちゃ面白かったそうあったんですけど、まあみんなね頑張ってほしいですよね、うん、そうですね、いや懐かしいよねもうそんなに、うん、なんか懐かしい懐かしい、でもヘアアレンジとかできるのはね、うん、嬉しかった、嬉しかった、まあ一周回ってストレートに戻るっていうのがねみんなそうなんですけど、うん、まあ新しいチームにもね、そうですね、なりますし、楽しみ、皆さんもお楽しみということで、うんね、あーなんかもう親心だよねなんかさそんな、はい、あれさよならまだかもしれないけどさ、そのはさもう2回さ昇格見てたらさ、見てるからあーってなるなんかやっぱ思い出すよね自分たちの、うん、思い出しますね、まあ5期生はね5期生ということは変わりはないので、うん、そうだよ、みんなで頑張ってほしいなと思いますね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、続いてラジオネーム吉高さんからです、赤間さん、そのちゃん、さよまるちゃん、こんばんは、こんばんは、唐津号2年目卒におめでとうございます、ありがとうございます、今後もメールや実況で応援していけたらなと思ってます、昨日久々にケーキが食べたくなりお店に行って食べたくなった桜のいちごタルト、抹茶ティラミス、なめらかプリンと3つ買って食べました。おーおーどれも美味しかったんですが、中でも桜といちごのタルトが美味しかったです。桜のものを食べるのが好きなそのちゃん、思い出して買ってみてよかったと思いました。そのちゃん、そむちゃん、さなちゃん、あ、さなちゃんです好きじゃないけどさなちゃんですね、似てるんでね、似てるから、そのちゃんとさやまるちゃんの好きなケーキ、食べてみたいケーキは何ですか。好きなケーキ、なんかね、いちごタルトが大好きなんですよ。あ、美味しいよね。そうで、お店のも好きなんですけど、もう好きすぎて自分でも2回ぐらい作ってるくらい好きなんですけど、うんうん、なんかあんまりケーキ屋さんに行かないんですよ。なんかあんまりそう、周りにケーキ屋さんがあんまりないっていうのもあって、うんうん、あんまりケーキ屋さんに行かないので、この間インスタ見てた時に、あのナポレオンパイってわかります皆さん。ナポレオンパイ、ね、イチゴとパイの挟んであるミルフィーユ、イチゴのミルフィーユのことを別名多分ナポレオンパイって言うんですけど、それの美味しそうなお店が出てきて、うん、それを結構前から 2ヶ月前くらいから、うんうん、テキさんと行こうねって約束してるんですけど、あのなかなか行けず、うん、2ヶ月ぐらい過ぎてるので、うん、ナポレオンパイをね食べに行きたいなって最近は思ってます。ありますか、好きなケーキ、好きなケーキ、食べてみたいケーキ、食べてみたいケーキ、うん、好きなケーキは、はい、全部好きその中でも好きなケーキが知りたい、なんかチーズケーキ好きとか思ってたけど、はいはいはい、久しぶりにいちごのショートケーキ食べたらやっぱ王道だわ、やっぱこれだわってなるし、ちょっと新しいオレオケーキとか今流行ってるじゃん、うんうんうん、そういうの食べたらうわ、そのオレオ好きだから嬉しいってなるし美味しいですよね、美味しい、なんだかんだ、ちょっと胃もたれ感じてる、え、うん、甘いもん、早くないですか、なんか今まで多分ワンホールいけるぐらいの勢いだったんだけど、それもそれですごいけどなんか全体途中ショートケーキ、あの三角のなんて、はいはいはい、よくカットされてる2つぐらいでも無理無理無理、2つもすごいんですよ十分すごいんですよってなるようになっちゃった、嫌、ですね、今たれなっちゃった、悲しいよね、悲しいこれここで何ケーキ好きって言っとけばなんか来るかもしれない来るやっぱいちごのショートケーキもね美味しいですよね、うん、でもさ、チョコケーキが好きなんですよね、アイスケーキもいいよね、アイスケーキいいですね声が弾んでる情報をねばらまいとかないとばらまくって言い方ばらまいとかないとどこかしらか来るかもしれないから、ね、どこかしらかなんか来るかもしれないケーキがどういうことケーキは何でも美味しいということ、うん、ケーキは何でもありがとうございますありがとうございます、では続いていきますかね、うん、もう一件だけ、はい、これは
どうなんだろう、園への愛を語ってくれたメールなんですけど、せっかく来てたので読みたいと思います。読んじゃえ読んじゃえ。ラジオネームリコちゃんからです。園、はい、ちゃん、さえまる、あかまさん、こんばんは。こんばんは。私は今とってもおしゃべり会が楽しみです。おお、ここでおしめ宮崎園ちゃんの宣伝をさせてください。自分でするパターンですね。じゃあ読む。いや読みましょうか。いいじゃん、じゃあ読んでよ。じゃあ読んでよ。これをねさっき一回読んだんですよ、可愛いなと思いながら。では、宮崎園ちゃんの、はい、リコちゃんに代わってね、はい、宣伝をさせてください、はい、我らが推しメン園ちゃんはご存知の通りスペシャルに可愛いのですが、実際に会うと想像の200倍可愛いです。お話すると止まらないし、時々大爆笑してくれるし、聞き上手だし、ツッコミもお上手だし、本当に最高なんです。びっくりマーク。そんな園ちゃんをラジオをきっかけに知られた方、少しでも興味持たれた方、絶賛おしゃべり会申し込み中なのでどうぞ。びっくり。私もこのラジオをきっかけにサガーズが大好きになって、おーさえまるとお話ししたくて券取りました、イエーイ。ありがとうございます。一人でも多くの人が推しメンと最高の思い出が作れますように。おー素敵なお便りですよ ね、 いいなと思いながら読んでたんですよ。なんか改めて聞くことってないじゃん。うん、ベタ褒めしてましたからね今。もういっぱいいっぱいあった褒めポイント。なんかそのメールでも来てたんですけど、うんうん、最近めんどくさい女になりつつあって、最近ね、そう、なんかメールになんて聞いてた、めんどくさい女、そのちゃんって実はめんどくさい女ですかみたいなメール来てて、だからなんか最近動画、ね、人にカロリー聞いたりね、ショールームしててもなんかみんな、そのどこが好きなのとか、なんで好きなのとかめっちゃ聞く。めんどくせえ、めんどくせえ、めんどくせえ。でもね、分かりますよその気持ちは。この間ヘアレン髪の毛染めたんですけどっていう話した時、うん、なんか染めたはてなみたいな、あ、はいはいはい、そんな染めたんじゃなくて染めたねっていう、あ、はてなじゃなくて染めたんだから気づいたよってことですね。 そう、それを言って、うんうんうん、そのちゃんってめんどくさいですかってメール来てた。めっちゃ面白い。すみませんね、最近重くって自分、うんうん、でもねやっぱ存在価値をねあれしてほしいですよね。そういう時期なのよ。そういうそういう時期もありますからね、うんうん、いつかさよ、なんかこういうのさよまるバージョンもなんかぜひ送ってください。このさよまるを宣伝する宣伝するお便り、うん、読みたい、ぜひぜひ。これ来週お待ちしてます。読みたい、うん、読みたいからぜひぜひお願いします。送ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ熟時であっという間っていう形でございますね。20時台ははいね、まあ私独自で、あのプチメールテーマ決戦も、やっておりまして、卵焼き、はい、甘いかしょっぱいかどっちがいいかっていう、はい、甘い甘い、まあ、しょっぱいっていうちょっと表現がちょっとあれなんだけどね。だし巻き、まあだし巻きとかちょっと 塩味っていうのはちょっとあれかもしれない。甘いか甘くないかみたいな。甘くないか、あ、そうやね、甘くない方がやったな。うん、ダメだし反省会が始まっちゃう、またそうそうそうね、ここであれなんですけど、まあでもね、結構な票数ね、またね、短い時間にこんなに来ていただいてるんでありがたいなと思いまして、まあそれの発表もしたりとか、またいろいろなお話ね、進めていきたいと思いますんで、ゲームの方もね用意しておりますんで、あ、ね、頑張っていきましょう。そんな感じで、19時台以上になりますんで、また20時台にお会いいたしましょう、はい、時刻は20時を回りました。改めまして皆さんこんばんは、 HKT48 の馬場彩花です。宮崎園です。お聞きの放送は 86.8MHz FM 唐津、この時間は引き続き HKT 初唐津号をお送りしていきます。はい、引き続きあくまもアシストしていきます。よろしくお願いします。お願いします。ごめんなさい、観覧の方にちょっと一つお知らせを。はい、ですね、当初4月頭からもう21時でここ閉まるというお話をしてたんですが、今現状22時まで空いてました。はい。なので、まあ、とりあえずはまず、このアナウンスが完全にまた改定されるまでは、21時ギリギリまで見ることができますので、ね、結構長期戦で、ね、時間立ちっぱっていうね、結構。背伸びしてる方もおられたので、ふーってやってる方もおられたんで、うん、ね、まあ、ゆっくりいろんな姿勢ね、保ちながら、うん、まあ、マスクもしてらっしゃいますし、ね、程よい距離も保つという形でございますんで、ね、ぜひぜひゆっくり楽しんでいただけたらと思います。さあ20時台、はい、うん、
静かになったちょっとね緊張してる、緊張してる、ちょっとねまたいつもとね、そうですね、違う形なんで、変化がありますね20時代の、どうする、メールテーマのプチ決戦はもうここで発表しとく、あ気になる、やっときましょうか、言っときますここで、ねここのねプチメールテーマ決戦ちょっと待ってくださいね、データの方出しながら、ねこれもちゃんと鳴らしとかないかんねどっち派なのか、先週セルフの聞いたな、そういうセルフ方法さあね、プチメールテーマ決戦でございますが、はい、独自に私の方で、卵焼き甘い派か甘くない派、まあまあしょっぱいという形で書いてしまったんですけど、1時間ほど1時間中ぐらいかな、ぐらいの形でしたが、114票ありがとうございます、やっております、ありがとうございます、結果は、はい、あその前に2人はもう甘い派、甘いは甘い派、おじさんも甘い派やな、やっぱっていう形で発表となりますが、はい、甘いが 71%、 おー、あ、そうじゃない、うん、でしょっぱいというか甘くない派 29%、 まあ圧倒的に甘い派ですね、うん、ねえ、これ地域的な問題かな、それとも家庭的な問題じゃないですか、ね、え、その甘くないの方がしょっぱいの方がいまいち分かってないんですけど、さやかは砂糖を入れてなければしょっぱい認定、まあもう砂糖を入れてなかったらみたいな感じやろうね、いや俺もほとんど甘いものしか出会ったことなかったから、あ確かに、なんか、うん、お弁当に入ってるのだいたい甘くないですか、甘いね、うん、だっけ甘くないやつ、まあなんか俺この前話した時、はい、打ち合わせの話した時にこの話になって、おね、甘いか甘くないかみたいな、はいはいはい、しょっぱいんですよとかって言ってた話もあったから、あそういう人もいるんだと思ったから、しょっぱいってなんだ、だし巻き卵は甘いですかしょっぱいですか、だし巻きはしょっぱいじゃない、え、うち、うん、めんつゆと砂糖入れるんですよ、おお美味しそう、だから甘いなのかしょっぱいなのか、甘じょっぱい、どっちなんだろうと思って、うそう、めんつゆ入れるとめっちゃ美味しいです、めんつゆ美味しいよね、おすすめ袋作ってみよう、おすすめプチ料理コーナーみたいになってる、ほんとまあね、今回1時間っていう形の狭い時間でね、うん、メルケセンだけでもしとこうと思ってね、うん、そういう形でございました、うんうん、甘いが圧勝でございましたね、さあそんな感じでね、このメールテーマ決戦のところもね、またいろいろお話できたらいいなと私も思っておりますがさあいかがなもんでしょうかね、うん、まあいろいろメールとかもねまだまだ募集してますし、実況のハッシュタグね、こちらの方も実況どんどんね受け付けておりますのでね、はい、アクセスライン、はい、もう一度さやまるですね、もう一回さやかだ、はい、お願いいたします、はい、 HKT 初からつごでは皆様からのお便りメッセージを募集しています、アクセスラインメールは 868@fmkaratsu.com、 ファックスは 0955-807093、 0955-807093 です、またテーマは FM カラツ SNS でも確認できます、詳しくは FM カラツで検索、 SNS へのいいねをよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、さあどういうコーナーになるか、どういうお話になるかお楽しみでございますが、ちょっとね最近これはちょっとギャグじゃないけんね、もう曲に入ろうかなと思うんですけど、ギャグだと思って待ち構えてごめん、もう変に構えてしまっとうね最近聴いてまたこの曲いいなと思ってね、でももうこれ8年前の曲なんだなっていう風な形に思ってます、ね、まあかつて HKT48 に在籍したこの方がセンターでございました、 AKB48 恋するフォーチュンクッキー、HKT48 の宮崎園です、 HKT 初唐津号、時刻は20時9分を回りました、お聞きの放送は 86.8MHz FM 唐津、この時間は HKT48 馬場沙耶香と宮崎園とアシスタントの赤間でお送りしている HKT 初唐津号です、ここからのコーナーは、え、何するの
確かに。ここからのコーナー。あのね、台本にはね、空白が書かれてる。知らせなかったか。そう。カッコのみ。そうなんですよ。カッコのみ、うん、びっくりマーク。うん、で、とっさに出たのが、え、どうするのどうしましょう。ここからはですね、どうします、何します、何します、何しましょうかね。何する、これね、ノープランなんですよ、実は。あ、そうね。ちょっと企画説明、そうですね。なんですけど、ここもね、今日は説明会、ね、説明会ですね。説明会なんですけど。説明会ですね。ここのね、前やってた、メルテマ決戦をちょっとリニューアル、そう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 。ね、考えてきたので、そらちゃん説明をお願いします。では、私からこの企画、ここのコーナーの説明をしたいんですけど、はい、さっきも言ったように、ここのコーナーは今やってるメールテーマ決戦を少しリニューアルしたコーナーをやりたいなと思っています。はい。まだ、タイトル名は実は決まってなくてですね。そう。全然思いつかなかったとかじゃなくてね、そう、全然ね、ちょっと決まってないだけなんですけど。あ、今の言いますと、今日必死に考えてたんですけど思いつかなかったっていう。ではざっとね説明していきたいんですけど、はい、現在のメールアンケートのテーマをリスナーさんから募集して、うん、私とさやまるがそれぞれの派閥で分かれて代表としてプレゼンをします、はい、でその19時台にそのテーマ発表とプレゼンを行うんですけども、うん、まあ、例えばさやまるが生まれ変わるなら男の子、うん、で園が生まれ変われるなら女の子、はい、という2つのテーマを掲げます。でそれをでそこのいい方ですね、うん、だからさやまるがどっちだったっけ、男、どうして男がいいのかっていうのをプレゼンします、その派閥の代表で、うん、で私がなんで女の子がいいのかっていうのを代表してプレゼンをしますね、うん、それを聞いてどっちに心を動かされたか、そう、自分のなんかもう絶対男でしょとかじゃなくて、そうそう、聞いて、そう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 、っていうね、どっちに納得させられたかみたいなね、いうのをメールとツイッターで募集しまして、はい、うん、でそこまでが19時台なのかな、そうですね、そして20時台に結果発表ですね、うん、はい、ですね、そこでメールいただいたメールを読んだり、うん、ツイッターの実況を見て、うん、こういう意見もある、こういう意見もある、うん、っていうのをお話ししていきます、はい、そして最終的に結果発表をして、うん、さやまるとそのどっちが勝ってどっちが負けたかを決めて、うん、まあ、ここは詳しくは決まってないんですけど、はい、ワンクール勝負で勝ち越したメンバーにはご褒美があるとかないとか、ないとかっていう感じ、今まではなんだろう、はい、決戦とは言いつつも、うん、こういう意見があるよね、確かに確かにっていう感じだったんですけども、ここのコーナーもしっかり対決にしようじゃないか、ということで、だから2人とも、例えばでさっきの例で言うと2人とも生まれ変わるなら女の子になりたいけど必ずしもどっちかは男の方にならなきゃいけないみたいな、そういう感じもあるかもしれないし、そうだからさやまるもそのも本当は女の子、生まれ変わっても女の子がいいっていう意見でも、さやまるは、うん、そう、男になったら心落ち着かせて男の子になったがいい方を無理して言っているそうそうそう、言わなきゃいけないっていうそれもそれで、そう、必死なのが面白いと思うんですけど、うん、逆にそらちゃんが女でさやか男になりたくてもその逆でさやかが女の意見を言ったりとか、そらちゃんが男の意見を言ったりしなきゃいけない可能性も出てきたりとか、そうそうそう、が好きでもないのに好きな風に語らなきゃいけないっていうこともありうる、いかに良さをね、そうそう、どっちも良さはありますから伝えるっていう、っていうね、うん、で多い投票メールなどツイッターとかで、はい、うん、募集して勝ち負けを決めるというねコーナーでございます。って感じです。タイトル名どうしましょうか。何する？何がいいんだろうっていうのずっとね、ラインでも話してて、その時もずっとね話してたんですけど、討論なのディベート。そう、意味合い的にはディスカッションよりもディベートの方が合ってはいるんですよ、うんうん。ディスカッションだとその一グループで複数意見を出すことらしくって調べたら、ディベートだったらその賛成反対みたいな感じで意見出すことだから、そうそうそう、まあディベートの方が合ってるのかなって思いつつも、そう、なんかちょっとね、そうそう、可愛げがないというか、可愛げがないんだよねガチガチになっちゃうからね、あれかなって思いながら2人で今日思いついたら、はい、そうしようねって言ってたんですけど、思いつかず、まあ来週ね、まあ今週はね、まあ、説明って感じなんで、そうそうそう、来週果たして決まっているのか
コーナーね。カッコ仮がつく。またカッコ仮ついちゃう。かそのテーマも、はい。なんだろう。例えば、私たちの理想はね。うん。理想は、今までみたいなハンバーグ、唐揚げとかだったら、やっぱ好みが出ちゃうとどうしても。出ちゃう。なので、さっき言ったみたいに、生まれ変わったら、男の子か女の子かとか、なんだったっけ。1億円の現金を、あ、違う違う違う。1億円の商品券をもらうか、1000万円の現金。うわー、迷う。みたいな空想上のことでも全然いいので、ぜひぜひ、私たちも考えつつ、うん、皆さんからも、意見をね、テーマ募集をしたいなと、はい、思うので。来週から？そうですね、来週から。やっちゃう？やっちゃいましょう。だってやんないとここ何やんのってなりません？もう一回。え、どうする？どうするの？下り15分。ね、皆さんぜひぜひぜひ全然簡単なこういうハンバーグ唐揚げみたいなのでも、うん、何でも何でもそういいんですよ空想上の話でもいいんですし、うんうん、間違えたとこ書き直すのは青ペンか赤ペンかとか、ね、うわっおお青いや赤うわ赤青なんですよね、丸付けは赤でして訂正は青でしてる人、うんうん、とかいうのでもいいですし、うん、何でもうんぜひぜひ送ってください。お待ちしております。まずはバンバンね、はい、ね来ていただく、うん、もうね送ってもらうのが一番かなと思いますんでよろしくお願いいたします。さあ今日はもう本当企画会議、そうですね、祭りでございますね。よかった、でも決まっ今日中に決まってよかった、よかった。うんでもねやったんですよ企画会議、うん、やったね事務所でそのちゃんとさやか最初LINE でちょっとお話ししてたマネージャーさんと3人で、そうそうそう、で2人で会った時にこれもう決まんないねってなって、うん、マネージャーさんにやっぱ、ね、直接会ったかね、作っていただいていいですかって言った3人で会議室でちゃんとちゃんとしっかりあのスタッフさんが使う会議室を取り寄せながら、ね、予約してもらってそこでちゃんと話し合うっていう、ちゃんとやったんやね、ちゃんとやりました、ちゃんとやったんですよ。まあね、そういう風にね、案が練ってあるとね、ちゃんとやっぱりこういう風に進めやすい部分って、すごくありますね。うん。いや、なんか、ご提案がマネージャーさんが来た時にしっかり固まってたんで、おおと思って、もうできるものならね、その全部採用できるぐらいに持っていきたいですね、って話して。あ、楽しみ。楽しみ。どうなるかね、まだやってみない。討論しなきゃ。そう。いや、面白いのが、その、最初の1年、最初の去年の4月に考えた、その、個人的なコーナーが1年続いたやん。はい、今度、しっかり1年やった上での、練り込んだ、個人コーナーだから、なんか、どういう進行になるかなっていうの、すごく楽しみ。だから、良くも悪くも、なんか、無理あるくないみたいなの考えついてましたね、うん。前までは何もラジオ分かんなかったから、うん、これいけるいけるって感じだったけど、うん、分かっちゃったから、うん、これはちょっと無理あるよね。ここ、こうで。そうだよね。みたいな。ちゃんとね、話ができるようになりましたね。うん。そう、なんかこれで自発的になんか話がね、なるようになったのも、まあ、ね、この前言ったなんか成長の一つでもあるし、なんかすごく頼もしいなっていうのが、私の中ありますね。来週から。来週、ね、楽しみ、うん。探り探りになっちゃうかもしれない。最初はね。そう、最初は仕方ないよ、うん。うん。どうしても探り探りにはなるけど、ね。何週かやっていくうちに、しっかり固まっていくと思いますんで、ね。観覧の皆様もね、ぜひぜひね、スマホを片手に。ね、ご協力よろしくお願いいたします。さあ、そのような形で、曲に行きたいと思いますが、もうもはやここはもう私が好きな曲かけさせてって曲でございますね。ただなんか激しい曲とかはちょっと控えておきますんでね。まあでも今からかける曲はもう26年前の曲、もう二人とまだ全然生まれてない時の、曲だけど、まあ冬のソングだけど冬をちょっと過ぎたようなイメージの曲でございますんで聴いていただきましょう。もしかしたらこことか他の番組でも流したことあるかな、ピチカート5っていうバンドでございます。メッセージソング、HKT48 の馬場沙耶香です。 HKT 初唐津号、
時刻は20時22分を回りました。お聞きの放送は 86.8MHz FM カラツ。この時間は HKT48 ババサイカと宮崎園とアシスタント仲間でお送りしている HKT 初カラツ号です。ここからのコーナーはサガーズゲーム。イエイイエイ。あ、間違えた。決戦しちゃう、決戦しちゃう。ホラガイ吹いてしまった。すいません。失礼しました。慌てるわ。ね、いや、こんなところでホラガイ吹くよ。予想はつけてなかったから。ゲームなのに申し訳ない。サガーズゲームでございます。ね、皆さんからね、募集で受けたクイズをね、はい、ここでやっていこうかなという形でございますが、さあたくさん来すぎてちょっと今こんな、そんなに来てるんだ、うん、ありがとうございます。めちゃくちゃ来てます。今日は紙とペンなくていい感じですか？あー、大丈夫のにしとこう。お、大丈夫にしとこう。どういうあれよね、ほんと。さあ、こちらから行きましょうかね。ラジオネームハーツさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そのちゃん、さやまる、赤間さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。今回は HKT48 に関するクイズです。はい。さあ、7問ございますね。これ私の勉強も兼ねてっていう形でございますが、ね、わかった方は挙手をお願いいたします。はい、第1問、サービス問題です。おー。HKT 初唐津号も2年目に突入しましたね。ズバリ、記念すべき第1回放送は何年何月何日でしょうか？ピンポン。お、さやまる。2020年4月1日。やーい。あれやね、なんかあの、本当のあの、ピンポンね、あ、欲しいですね。ボタン欲しいね。ピンポン。パーンってなるような。ちょっと検討しておきます。あ、お願いします。いや、あった方がなんかそれらしいなって。確かに。うん。挙手やったらね、そっち見てなかったりとかになったらちょっと、ね、怒られそうだから。ピンポンって言います自分で、うん、ピンポン、ピンポン。名前言います。それか、そのババ2文字だけ。ババの最下だと3文字だババの前そのババやばい、そのババ聞いてる人がね、はいだと分かんないかなと思って。うん、確かに名前言いましょう。ピンポンあれでそのって言ってます。そのババね、頑張って工夫しましょう。さあ第2問、淵上舞ちゃんがゲスト出演した HKT 初唐津号日曜版で、あるアクシデントが起きて大爆笑となりました。その出来事とは何でしょう？なんだっけ？めっちゃ笑った記憶あるかもしれん、かもしれん。笑った記憶ある。ピンポンさんの！そんじん。カラスの鳴き声が聞こえてきた。やったそうだ、そうだ、そう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 。ねえ。窓でも開けてたんでしょうね。あったかかったですね。朝だし。カラス鳴ってましたね。家で飼ってるわけじゃないよね、まさか。わかんない。ないと思いますけど。住み着いてるかも。私は本当にベランダに住み着いてるかも。ねえ。懐かしい。懐かしいね。もはや懐かしいもん。さあ、3問目。はい。こっから、俺もちょっともう、ちんぷんかんぷんになるから勉強のつもりで、クイズを出します。HKT48 の東京発冠レギュラー番組、博多百貨店で第1回目に出演したゲストは誰でしょう？うわ、うわー、そのめっちゃ見てた。見てなかった。2号店見てなかった。待って。ゲスト？ゲスト。ヒント言いましょうかね。はい。HKT のメンバーではないです。ゲストですもんね。うん。誰？そのかぼさいこじしんその、うん、そのヒント、まあ48グループそのあそのそのはいごめんね。48グループですか？うん、違うごめん。いや多分生駒さん出てたんですよ。生駒里奈さん出てて、乃木坂の多分。ああ、初回じゃなかった。初回じゃないんだ。うん、違いますね。48グループ、48グループ、ピンポン、そのほい、その渡辺真由さん。え、でも出てた記憶ある。うん、いつ初回ではないみたい。はい、めっちゃ見てる。ババ、はい、大島優子さん。でもいい線いってるよ、二人とも。あ、待ってもね、めっちゃここまで来てるってこういうことなんだ。はい、ババババ、高橋みなみさん。あ、違うんだ。え、でもその辺じゃない？
うん、いやその辺よ、その自信なさげに自信なさげに、はい、柏木由紀さん。若干機嫌悪い空気流れるの今。めっちゃ好きだったな。ねえ、博多百貨店。いい線ってた、本当に。うん、第1回目は柏木由紀さんでございますね。まあ、最後のヒントは今も現役って書いてますね。ああ、大ヒント。大ヒント。大ヒント。ねえ、まあ、九州出身のね、柏木由紀さん。鹿児島。なるほど。さあ、第4問。HKT48 初のオリジナル曲は初恋バタフライですが、この曲は AKB48 シングル曲のカップリングでした。その AKB シングル曲名は何でしょうか？何？ヒント。マジでわかんない。メジャー29枚目シングル。わからんわからんわからん。え、待って待って、でも、指原さんがもうこっちに HKT に来てるってことでしょ？どうだろう。だってもう歌ってるもん、指原さんと。でも、12月発売。あってよ、めっちゃわかんない。めっちゃわかんない。めっちゃわかんない。めっちゃわかんないなんだ。12月でしょ、うん、わかんない。お、その行くその行くその。おいおい。そのち。ブザーブザー。ちゃいます。じゃんけん選抜って書いてますね、ヒント。ばば。おい。あ、待って。え、じゃその。え、せーの出てみます、せーの出てみます、あと二択なんだよ、最後二択なんだ、あ、でも最後、あ、でも、あ、じゃあ、一馬場二そので、はい、永遠でしょ、合ってた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 ねえ、最初カップリングだったんだね、そういう風な感じで、うんうんうん、いや、俺これ本当に知らない。永遠、あの、永遠プレッシャー知ってたよ。はいはいはい。ね、聞いてたけど、あ、こういう風にカップリングで他のグループの曲とあったりしたんだね。うんうん、ありますね。へぇー。なんか、その時期って結構ある、ね。うん。他のグループが AKB のカップリングに入る時期がある。ありますあります。大人列車とかも。歌われるまでとかも。うんうん、へぇー。そうですね。すごい。さあ、そんな感じで。なんかね、だんだんほんと俺もね、勉強になるような感じで。そらじも勉強になる。そらじも勉強になる。あと3問ありますね。はい。第5問。まるちゃんが、第3回 AKB48 ドラフト指名候補者の時に、はい、TDC ホールで行われた、うん、AKB48 紅白対抗歌合戦に前座で出演をして、ここがロドスだ、ここで飛べ、を披露しています。はいはいはい、ありました。まるちゃんが出演した AKB48紅白対抗歌合戦は第何回目でしょうか。うわ、わかんない、何回目だっけ。3年前でさ、記憶ないね。激飛ばしてるけど丸投げだよね今。そのち、そのちゃんも入っててください。じゃあそのおーい、3回そのはい、2回やけくそその、はい、4回そんな少なくないでしょ。え、そうなん、はい、1回ほら、もうババ、はい、20回そんなやってる。20回やってない。ちょっと待って待って、そんなやってる。 AKB って20 そんなシングルじゃないやけ。さすがにネタかと思った。最後言ったあれ、うん、20年え、じゃあそうなん、はい、あ、1その7でございます。第7回でございますね。そんなやってるんだ。知らなかった。マジで知らなかったねえ。半分焼けっぱちやけんね。2341って。でも20はない。20はないでしょ。ないか。だいぶ先よね。年に2回紅白2回やっちゃってる。うん、すげえ。7回やったんだ。そんな感じだね。ほんと分かんないの。メンバーが分からなかったら俺も分かるわけないな、確かに。うん、難しい。AKB 紅白歌合戦。ねえ。こんな続いてたっていうか、まあ第7回でもちょっと自分びっくりなぐらいなイメージ。ねえ。さあさあ、第6問。はい。いきましょう。第6問。そのちゃんが、HKT48 のお出かけに出演した際、回は、唐津で海の幸を手に入れるロケでした。へー、そうだったんですね。
た。そのちゃんたちが呼ぶ子のイカのお店を訪れた時、番組を盛り上げようとあるツッコミフレーズを言いました。そのフレーズは何でしょう。え、ツッコミ、うん、あるツッコミフレーズを言いました。そのフレーズは何でしょう。フレーズ、うん、ババババなんでやねんツッコミじゃないなんで。まあ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 近くはないけど、まあ、どうだろうね。近くないんかい。近くないけど、まあ、いやめちゃくちゃ遠いわけでもないような感じ。なんてことは近くないんですよごめんよ覚えてないですか。4年とか5年、4年とかそんな思いかな。だって言ったってことですね。そのちゃんは言ってる。あ、頑張れ。だってそのあほらここまで出てるんだよね。でいつもここまで出てるのにヒント。あ、お、いいよいいよ。ちょっと待ってください、ヒント聞きます。じゃあヒント聞く。あれなの、後藤さんなの。あ、はい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 、はい、ヒントお願いします。ヒント、お笑い芸人。ほらもう答え言っちゃった。あっとるやん。芸人さんの答えまで言っちゃった。わからん。後藤さんがよく言うやつなんで。後藤さんはヒントに入ってます。入ってるの。ほらやっぱり、うん、やっぱなんでやねんでしょ誰でも言うやろ。なんでやねんって言ってません後藤さんに。言ってる。関西だけでますよね言ってる言ってる。例えツッコミ、もう後藤さんといえばって感じは確かにあるかな。さあ狭まってきます。例えツッコミ、待って全然思い出せない。観覧の方分かる方手挙げてください。お、ほらほら、誰も分かんないんだ。だって、あ、俺答え見てるけど分かるような感じたいね。じゃあ、分かんない。そのちゃん思い出せないんですか。だって4年だよ。例えツッコミ、うん。番組を盛り上げようとあれツッコミフレーズを言いました。え、それは、うん、そのちゃんたちが言ったってことですか。そうやね。え、もうここまで出てんだよ。分からん。なんかパス。最初に始まる言葉は、はい、耳。ああ、耳は分かったかもしれんけど正確な答えが出ない。出ない。でもなんかそれっぽいのでいいんじゃないですか、うん、じゃあそのはい耳気になるはぴったり正解。懐かしい。なんか飛行機の郵送、うん、がなんてらこうたらみたいな話だった気がする。イカ、耳気になるは、うん、懐かしい。はい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 。もうお出かけ自体が懐かしいよね。うん、出てないですもん。ね、終わってたよね、うん、多分。ラフさん出てないので。懐かしい。懐かしい。耳気になるのか。だって HKT のシングルの特典映像でもそんな感じやった、うん。あ、そうなんだ。なんですよ。へー。実際にもう全メンバー分かれていろいろやって、実際指原さんと後藤さんがそこの見るっていう。うん、おお、すごい。あ、そうそう。懐かしい。ねえ、もうそこからそのはもう唐津と関わりを持ってたっていう。5年前からやってたっていう。うん、忘れてたけどワンフレーズだよ。だって確かにそうね、何十回も使ってるんやったらね。観覧の方すら覚えてないそりゃそうだいや言った本人にすごいねえ、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ最後の問題で落としたけど、かなり時間が迫ってます。そして最後の問題見たら、うん、多分ね答えれないぐらい難易度が高い。一回聞いて無理そうだったら無理って言います。じゃあ言ってみますね。第7問、指原莉乃さんの卒業コンサートで、うん、内田裕也さんに扮する松本人志さんがサプライズゲストで参加したシェキナベイビーの後、うんうん、通常とは違った MC が行われました、はいはい、それはどんな MC でしょう。どういうこと問題が難しい。どんな MC ってどういうこと、うん、どんな MC だったでしょう。なんだろうな、この MC のなんかタイトルがあるんじゃないの。 MC のタイトルあるの。わかんない。え簡単に達成を求めない、うん、みんな綺麗に左に向けて首越えて首綺麗に チームワークが良いですねドミノみたいに。どあ、違う違う、関係ない関係ない。今のは俺が突っ込んだだけやけん。どういうこと。テーマ、テーマってこと。テーマ、テーマ、これは説明不足もあるのかな。なんか俺なんかそういう風などんな MC だったでしょって言ったらみんなが分かるようなキーワードかなと思って出したんよね、ちょっと、うん、そういうわけではなさそうね。どうやら、もう答え言う。はい、うん、観客インタビューと自曲、指原さんのソロ曲私だってアイドルの
コール講座やすごいね、あんねあのサガーズがシーンとしたのは分かるけど、お客さんまでシーンとしておけんねえ、コール講座やったっけ。コール講座ってでもそれ違う、あれじゃなかった、村重さんたちがやってたかな、おそれってことですかかな、いやいや俺知るはずないけどさ違ったっけ、やってたやってたやってた、あの花さんとかやってませんでしたっけ、インタビューしてたよね、あれインタビューちょこれやばいね、生放送すげえ考える時間が、やっぱそうだよ、スタンバイで裏広いし、バタバタしてたから、ね、バタバタしてるよね、下の狭いとこくぐり抜けるように言ってたから、うん、ステージの下狭いんですよね、花道、花道はどうしてもねさあそんな感じでね、ちょっと後半俺もわからんかったけどね、みんなわからないみたいな感じで、ね、ここの空間ポカーンだった、ポカーンやった、あの初めて見たね、このお客さんまでポカーンが突き抜けたっていうのは、うん、初めて見るどんだけポカーンなんだよっていう形なんだけどね、まあ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 、そういう形でねお送りしてきましたサガーズゲームでございますね、またねいろんなメールね受け付けておりますんでね、ぜひぜひね送っていただいてね、楽しんでいただけたらいいなと思います。あんまりも難しすぎたらね、全体ポカーンってなりますね、ご注意ください。すいません、ポカーンってなっちゃう。ポカーンでした。ねえ、さあさあ、曲を聴いてね、気を取り直していきたいと思います。まあ今おじさんが一番見たい映画っていうところでね、エヴァンゲリオン。おー見に行きたいなと思う中、なかなか見に行けないんでございますが、この曲を聴きながらねちょっとね気分で交わろうかなと思います。宇多田ヒカル、ワンラストキス。あなたにあげたいメロンジュース。 HKT48 佐川津です。 HKT 初カラス号。時刻は20時42分を回りました。お聞きの放送は 86.8MHz FM カラツ。この時間は HKT48 馬場さやかと宮崎園とアシスタント仲間でお送りしている HKT 初カラツ号です。はい、ここからのコーナーはお便りコーナー、イエーイ、よっしゃい、続きでございますね。はい、はい、だっちょっちょだっちょっちょ、大丈夫、作文ですね。どれ読もうかめっちゃ迷うんですけど、では、うん、あ、こっち読もうかな。はいはい。ちょっとね、はい、ラジオネームたかっぴさんからです。そのちゃん、さやまるさん、赤間さん、あ、そのさん、さやまるさん、赤間さん、こんばんは。こんばんは。うどんは細麺派は太麺派ですか？先日から劇場で推しドリンクが発売されましたが、二人はどんなイメージで作りましたか？ラジオを聞いた人が劇場で飲みたくなるように、誕生秘話など商品をプレゼンしてみてください。またコンサートが発表されましたが、会場でも飲めるといいですね。確かに、ね、ちょっとね、面白かったのがね、うどんの話からいきなりドリンクの話になるから、もうその隙間何なんだっていう、ね、まずですね、うどんは細麺派、太麺派、どっち？太麺派です。あ、太麺派ですか。私も太麺派です。はい、よかったです。ですね、どんなイメージで推しドリンクを作りましたか？どうぞ。どんなイメージ、はい、最初、うん、もうこういうドリンクで作れますっていう表が来て、ますね、いくつかのシロップとありすぎると思って、はい、であとこういう組み合わせもありますよみたいな、例えば、そうそう、例えばみたいなの来てて、ね、その中にソノが作ったのと似たようなのがあったんですよ。はい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 。で、でもこれってちょっといじれば美味しそうだなと思って、うんうんうん、うん、ですできました。で、うっす。でもそんなもん、そんなもんですよ。最後も、うん、のシロップとベースとなるドリンクの一覧表みたいなのが送られてきたときに、まずだ、そういうのって大体多分ベースから決めると思うんですよ。うん、で、最後さっき言った通り、炭酸が飲めないので、うん、ジンジャーエールとかコーラとか炭酸が NG で削っていって、牛乳もちょっと NG ってなった結果、うん、オレンジ、ウーロン茶、アイスティーが残り、うん、シロップも飲めるのが、んー、まあ、ピーチと、んー、そんぐらいだなってなって、試し飲み、試飲とかして、結果、あ、なりました。なんか本当にもうおしゃれなバーですかってぐらい、ダダダダダってシロップとか机に並んでね、マネージャーさんが、どれにするとか言って、めっちゃ面白かった。そうそうそう。
もう最後の方に なるとマネージャーさんもなんか調合のプロになってきて慣れてて なんか混ぜ方とかもそれめっちゃプロっぽくなるんで魔法使いみたいに楽しかったですね。飲めたら確かにね、素敵。ぜひぜひ皆さん買ってみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてラジオネームまさまさアナさんからです。そのちゃん、まるちゃん、そして赤間さん、こんばんは。こんばんは。4月1日の集会で森保まどかさんらのから自身の卒業コンサート、そして HKT48 全員でのコンサートが5月29日に開催されるとの発表がありましたね。HKT48 全員でのコンサートとしては、2019年11月の8周年前夜祭以来約1年半ぶりの開催となり、メンバーにとってもファンにとっても待ちに待ったニュースでした。DMM で見ていて春の終わりが確定した寂しさがありつつも、森保まどかさんファンとして熱望していた卒業コンサートの開催で涙をしました、うん、発表の場にいたそのちゃん、聞いた時の感想、またまるちゃんはどこで知りましたか、うん、そしてめちゃめちゃ早いですがコンサートの意気込みもお願いします。どうでしたか？聞いた時知らなかった、知らなかった。でなっちゃんが、はい、じゃあまどちゃんからって言った時に、あ、何か発表あるのかなと思って、はいはい、でもそのが思ってた発表と違って、あれそうなのえ、コンサートあるのって感じでした。なんかもうあのそういう時って発表されてから全体にグループに連絡が来るんですけど、それ見てえってなりましたね。あとツイッターが先だったのかな、それか、あの HKT の公式ツイッターの早いよね、撮ってるんですよ、通知、うんうん、が来て見たらコンサートえみたいなそう、そんな感じですね。知ったのはどうですか、意気込みは。意気込みですか、まず、またいい結構先だから何もあれなんですけど、8周年ぶりと1年以上、うん、それこそ1年半とか、うん、ぶりにねみんなでできる、すごいなんか久しぶりですね、めっちゃ、ね、なんか楽しみ。コンサートに実感ないのは周年で大人数、まあ、出て、はい、で舞台とか立ってたりしたから、うん、でも劇場よりも大きいステージ立てるので、瀬取りもどうなるかね、コンサート仕様ってことですか、楽しみ、楽しみ、衣装とかもね、確かに楽しみだし、ユニットもどうなるのか楽しみ、うん、めっちゃ見たいぜひ、うん、29日そうですね、2公演ありますからね、最初はコンサートとまどかさんの卒業、どっちも楽しみ、うん、どうなるか、まだまだ動き出しは、多分まどかさんはいっぱい動いてると思うんですけど、うん、私たちはまだみんなで楽しみに近づいてきたらね、ね、ちょっと汗せし出すんだろうなぜひ楽しみ、楽しみに、うん、お待ちしております。お待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてラジオネーム前のりさんからです。そのちゃん、さえむらかまさん、こんばんは。こんばんは。私の地元は田植えシーズンが早く、この時期になると田んぼへ出かけ、わらびやゼンマイ、ツワやフキなどを取ったり、近所からタケノコをいただいて炒め物や煮物、タケノコご飯にして食卓に並ぶと春を感じます。皆さんは山菜採りに出かけたことはありますか？また山菜は好きですか？そのことです。あります、山菜採り。山菜でもタケノコを取りに行った気がしないこともない。本当ですか？あります、ね、あでも今日ちょうどおばあちゃんが作ったのかな、タケノコの炊き込みご飯を食べました。ないな、美味しいですよね炊き込み、炊き込みご飯好きなんですよね。最後も山菜ってさ、いい、なんか名前はわかるんだよ、わらびとかよ、うんうんうん、あんまりピンとこない、形が思いつかないんだよね。草みたいなやつですよね、山菜って。草葉っぱ、葉っぱ、葉っぱみたいな、まあ、茎か、茎になるんですかね、あれは。極端やけどそう合ってはいるって、うん、間違ってはないね。山菜取りないな、出かけたこと。なんかなんだろう、アニメとかでうん、うん、見るんですけど、行ったことはないな、山菜取り。山菜採りか、ある、タケノコ採るぐらい。山菜採りやってませんでした？それこそその特典映像のやつで、あ、やってた。でもその海に行ったんだ、咀嚼音組だったんですよ、その海に行った組。咀嚼音でなんか曲作るっていう、そんなのやってたの？そのグループにやったんだっけ？ 4つなんかパネル作る組もありましたよね、うん、その山組、釣りに行ったの。あ、釣り、釣り組、うん、釣り組ちょうどいなかったね。さ、咀嚼組咀嚼組って何？咀嚼音組咀嚼音嫌いな人からやったら地獄の特典だよ、ね、おしめん出てるのに許して
ダンサイトリーいつか行きましょう。いつかね。カラツにもありそう。ありそう。そういうの、ね、山とかに行ったら山菜取れちゃった。ね、それで炊き込みご飯とか、まあ、春らしいね、うん、ネイルの内容が、うん、ありがとうございます。ありがとうございま す。さあ続いてラジオネームソノチン激推しのベイノジさんからです。ソノちゃん、セイマラカマさん、こんばんは。ルツーワルツ ー。5月のコンサート発表されましたね。全員参加のライブということでめっちゃ楽しみですが、仕事になったのでいけません。あ、いけないんかい。7月のリクアワに勝負をかけて飛行機とホテルの予約を入れました。おー、リクアワは HKT は HKT では初めてのイベントですが、うん、HKT の楽曲もすでに100曲超えたでしょうか。超えたのかな。超えてそうだね。どうなんだろう。いい曲ばかりですが、ベスト50に入るのはどんな曲か今からワクワクしてます。私は HKT の曲の中では大人列車、チェインオブラブ、アイドルの王者、うん、HKT 上今動く最高歌謡といったところが好きです。特にライブの後半で最高歌謡フルバージョンで全力で声を出しながら汗かいてヘロヘロになるのがまさに最高です。うん、そのちゃん、さやまるはこの曲は歌って踊って最高だと感じる曲はありますか。ライブの思い出とかあれば話してください。なんだろう、むず。全部楽しいけどね、うん、全部楽しいですよね。そのは、うん、この曲っていう流れなんだけど、はい、それこそ一昨年になるのかな、ホールツアーやった時に怒涛の曲があった。多分シカラシカメイクノイズとか、踊った後にやってたですよね。そう、そこのパート、あとメロンジュースまでかな。あれ、なんかもう一曲やってますんでした。メイクノイズと、あ、メイクノイズから始まって、そう、日替わりメイクノイズ、なんか2曲ぐらい、止まらない観覧車、ね、どっちかで昼夜どっちかで始まって、うん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 、メロンジュースで終わるっていう、もう何曲も続く、ね、とこがあったんだけど、めっちゃきつかったの。うん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 。メイクノイズとかもからやってたから、はいはい、メイクノイズからですもんね。でも達成感はすごかった。うん、メロンジュース終わった後、うわ、ありそう、やったやった。結構踊る曲が続いてたりとか、うん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 、盛り上がる曲が多かったか、ファンの方の盛り上がり方もすごかったから、確かに声が、ね、出せる時だった。その流れはその好きだったなと思う。確かにリハきついけど実際行くと声があったりとかするから、そうそうそう、ペンライトとか変わったり、ね、うんうん、楽しかったりとかね、しますね。でもさっきセインオブラブのイントロがすごい好きなんですよ。うん、そう、なんかそのあのワクワク感始まる感じ。例えば暗転してそっからテテテテテって聞いたらもうテンション上がっちゃいますもん。だからそれがすごい好き。イントロ、イントロ大好きマン。イントロ大好きマン。初知り。イントロ大好きマンです。楽しみ。うん。どんな、リクアもあるのか。そうですよ。リクアもあるんですよ。七月。ね、7月だね。目白押し。曲あるのかな。楽曲あるのかな。何なんですかね。わかんないけど。でも50に絞ったってこと100あるってことなのかな。楽しみ。何が入るんだろう。何が入ってもおかしくないぐらい。うん、全部いい曲ですもんね。うん。楽しみですね。楽しみがね、たくさんこの後。そうですね。結構たくさん続きますね。ワクワクを楽しみに。うん。新生活。新学期。新生活。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。では30いきますか。はい、続いてラジオネームハーツさんからです。そのちゃん、まるちゃん、かまさん、こんばんは。こんばんは。 HKT 初から都合放送一周年おめでとうございます。ありがとうございます。楽しくて素敵な番組を2年目もこれからも応援しています。今日栃木県にある某大学で日本初のいちご学科の入学式が行われたと聞きました。生産量全国1位を誇る栃木県が持つ技術や知識を生かし、いちご経営者を養成するそうです。このいちご学科のように〇〇学科、〇〇学校があったら勉強してみたいことってありますか。すごいですね、いちご学科って栃木ならではって感じ。学科なんだろう。何学科かな。でもいちごみたいな、そういうなんか一つのことを極める学科、うんうん、面白そう。何学科がいいな。なんだろう、何がいいんだろう。いちご学科来た。いちご学科いいね。いちご学科がちょっと気になりすぎてね。うん、結構来たしね、いちごのいちご。逆にメロン学科とか。ぶどう学科。でもちょっと増えていきそう。いいね、ありそう。でもなんかそういうなんだろう、昔からあるものを潰さないようにっていうか、ね。うん、ね、いいですよね。生産者を潰さないようにするのは。受け継いで。うん。うん、素敵。いちご学科。すごいな。
最初に入る人ちょっと緊張するよね。うん、一期生え、いいじゃないですか、いちご学院。何するか分かんない。先生たちもさ。確かに、先生たちも緊張しそう。何するんですかね。だから、いちご育て方とか。一緒に育てていくんじゃない、こうすると甘くなりますとか、研究したいとか。この時期にこう水をしてとか。すごい。楽しそう、でも。ね。うん。いいですね。海苔学科。佐賀海苔学科。佐賀海苔学科。佐賀海苔学科。イカ学科。みかん。みかん。みかん学科。でもそういうのをまとめて、うん、農業でやってるんだろうね、うん、確かに本当に特化してるんだね、うん、まあ CDU だったら九州大学は研究でサバとかをね、旧サバをね、研究もしてるとか、すごいですね、そういうの、うん、確かいろいろできるね、この間のさ、推し休暇、推し休暇、なんか時代に合わせて学校まで変わるんだ ね、 ていてね、うん、すごいですね、面白い、うん、面白い、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、もう一通だけギリギリいけるかな、いきましょうかね、はい、ではちょっと難しいお話が続いたので、はい、ゆるいお話で、ラジオネームけいちゃんからです、はい、そのちゃん、さやまらかもさん、こんばんは、こんばんは、仕事が休みの時はどのような過ごし方をしてますか。いいね、いいね、うん、自分はゲームをするかテレビを見たりしてます、はい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 、仕事が休みの日は何してますか。昼過ぎまで寝て、うん、起きてボケーっとしながらテレビ見て、同じようです。最近クイズ番組にハマってるんですけど、うんうん、今回もうたくさん録画してて、それを一気に見てます。そのは本当に何もしない日か、うん、ベッドから一切出ないか、うん、なんか自分磨きに行く日か、あ、まとめたいですね、そうそう、家中を掃除する日か、あ、わかります、でももう何もしないなら何もしたく、うんうんうん、って感じ、わかるな、ずっとメガネですっぴんでって言っちゃう、何もない日は、ボサボサ、ね、うん、だって誰にも会わないから、うん、そう、コンタクトしなくても髪の毛溶かさなくてもそういう時に人来たら最高です、うん、高い高い来たらさ、そう、気まずい気まずい、頑張って帽子かぶってごまかしますか。前髪すごくなってるから家の中から帽子かぶってくる人聞いたらさ、でだって前髪こんなん跳ねた状態で出るよりかはまだ、うんうん、帽子かぶるやつって思われた方が確かに帽子かなって思っちゃうって感じですかね、お休みの日は、うん、ゆっくりぐーたら過ごすのが、ぐーたら一番ですね、一番ですよ、うん、ぐーたらするのが一番、はい、うん、さあそんな感じでね、もうエンディング曲流れてるんですけど、まあ第5シーズン、第5クールですね、はい、まあいろんなね、ちょっと実験要素みたいな形だったりとかね、はい、作戦会議とかがあったんでね、いつもとは違う空気がね、立ち込めてましたが、来週以降はね、緊張だね、来週以降から、うん、まあ今までのこと考えたらできますよ、うん、絶対楽しみ、楽しみでございます。動揺しませんよ。さあそろそろお別れの時間なので、お別れの言葉よろしいでしょうか。はい、それではそろそろお別れの時間です。今週の番組はいかがでしたでしょうか。2年目に突入し、新しくなっていく HKT ハラカハトットットみんなの下2年目に突入し、新しくなっていく HKT 初からつごをこれからもよろしくお願いします。ここまでの時間は HKT48 ババサヤカと宮崎園とアシスタント仲間でお送りしてきました。それではせーの、さようなら。